交わしてですから、まあ悪くはないでしょうね。まあでも、まあそこは分かってないですからね、水木は。まあまあね、はい。一歩上がれなくて、まあラスに落ちてしまったのは黒沢です。さあ、高宮。連チャンで一本バー。今度のハイパイはどうか。お、悪くなさそうです。感じで、決めます。高宮、こっからがね、スッと爆発するんで。見差しが見えてましたからね。6000オールなんかすぐですよ。そうですか。中尾さんもそれがまあ多少は知ってるでしょうから無理せず。水木はこれ厳しいでしょう。水木厳しいですね。厳しいですね。あっと国士の真ん中からいった。ハネマン宝珠を回避したのに、あのハイパレ。重ねたいですね。シャッキーってないですから。お、ひょっとして3枚余り3シャンテン。自敗結構揃ってましたからね。チャンス、チャンス大ですよ。ペイがあと2枚。あ、あと1枚になっちゃった。あら、ペイがないか。あと1枚。山田あと1枚います。あと1枚。パラパラ出てくれると。あと9万が2枚持たれてるんですね。高宮手が進んでいく。2層薄くなってきましたね。そうですね。これで手の中で3枚使われた格好です。まあどっかで4枚見えてなんかチートイツの切り替えができればまだ、そうです ね、あるんですが、はい、ただ皆さんいいシャンテンか。いいシャンテンですが、どうでしょうね形は。さすがにやね、テンパってもリーチいかずにっていうところでしょうけどね。ここはのパイ残した方がいいですよね。でもね、チーピンあったり怖いんで切った方がいいです。メンフンチートイツに切り替えられるかもしれないですね。そうですね。もしかしたら。ドラ。これ残してね。残して。ただチーピンが2枚飛んでますからね。ああ、そうか。結構ブレーキになるパイですね。どうするか。イーソー3枚飛び、EP も3枚飛びですからね。ここ切り替え時じゃないですか。ペイも3枚飛びですからね。ここですね。もう断念していいぐらいですよね。逆にマンズ残して見切った。マンズ残して、あ、これ1つ、あ、1つマンズ残していっぱいいっぱいになっちゃうのが怖いっていうのもあるのかもしれないですね。あ、すごいですね。でも高見はね、一通完全にキム打ちのローマン切りですよね。そうですね。まあ1万も切ってますからね。あ、そっかそっかそっか。馬引いても別に嬉しくないからか。そうなんですよ。ロースを引くか。決断が。テンパイ伸ばしになりましたけどね。お、どうする。チートイの方に。あ、残さない。しなす。あくまでもいいシャンテンを維持します。みなせ。ああ、今切ったばっかりなんですけどね。ああ、そうですね。ですね。どうもこの辺りは間が悪い。まあローマが3枚出てますが、そう、差が見えちゃってるんですよ。9万はまだ自分の切った1枚のみ。まあ残さないですかね。ああ、3枚目の一品が、一品3人の安牌なんですけど ね9品が、あ、急走か、急走から切った方がいいんですよね。おー、俺も嬉しくない。いつも見なせ。
そろ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 、お、来た来た、うん、最高、あー来た来た来た、いや来ました。で高め全域、いや3枚ですね、3枚か、3、あ、まあ、水木もやめたからあれですけどね。そうですね、パッソもないんだ、あ、高めしかいない、高めしかいないってこともないですけど、高めしか、うん、3層もでもいないし、3層いないですか、あ、じゃあ高めしかいないですわ。パッソも2枚持たれているので、ローソンが一応あるのか、1枚ローソンが1枚だけありますね、ありました、1対3で高めの勝ちみたいな感じですけど、うん、まあ、これ積もれば本当に、ね、頭まで突き抜けることもあるね。黒沢がさばく、うん、これがどう出る、ここで捌くか、ほほ、どう出るんでしょうね、どう出る、大体こういう時はあの、ね、食い流されちゃったりとか、すんげー上手、すんげーな、すごいな、これさばいちゃった、さばいちゃった、でも重曹薄いっすけどね、薄いけども薄いけどもって話ですね。いやー、これは黒沢から勝ちそうに見えるがどうですか、まだなんとも言えない、でもまだ3枚残ってますからね、さっきは上がれなかったけど、あ、掴、まあ、んだ、そうね、そういうこと、あらー、出るか、うん、おやまん1万2000、